東京都は今年秋の導入を目指す同性カップルなどをパートナーとして認める制度について制度案を公表するとともに一般から意見の募集を始めました都は LGBT などの性的マイノリティが暮らしやすい環境を作ろうと東京都パートナーシップ宣誓制,制度を今年秋に導入する準備を進めています制度案では、 パートナーであることを申し出た2人について都は認めた場合証明書を発行し配偶者がいることで利用できる都や事業者のサービスを受けられるようにしたいとしていますこうした制度は他の自治体でも始まっていますが2人の関係性が周囲に必要以上に知られたくないという声もあることからとはオンラインで手続きできるよう計画していますとは制度案について 来月末まで一般から意見を募集するとしています。